鹿児島北インターチェンジは、鹿児島県鹿児島市意識6丁目にある九州自動車道のインターチェンジである。共用当初は、熊本、宮崎方面の出入り口のみのハーフ IC であったが、1994年に、鹿児島インターチェンジ方面の出入り口が追設された。そのため、上り線の出入り口は、国道3号沿いに設置されているのに対し、下り線の出入り口は、 上り線の出入り口から国道と県道18号の全線を通る必要があり、出入り口同士が離れている。熊本、宮崎方面の料金収士は、鹿児島 TV で行うため、当該方面の出入り口には料金所が設置されていない。日本の高速道路で唯一特定方面のみに料金所が設置されているインターチェンジである。鹿児島市北西部に設置されており、 国道3号に出て、市も、意識を経由して門間、館、鹿児島中央駅などの鹿児島市街地、また桜島フェリー等の発着する鹿児島本港へ連絡している。国道3号は、深夜を除き交通量は多いが、現状では市街地へ行けるルートである。近くには、意識ニュータウンと意識団地がある。本線上に、バス停留所が併設されている。 熊本、宮崎方面、出入口しか小島インターチェンジ方面出入口意識、バスストップは、鹿児島県鹿児島市にある、九州自動車道の鹿児島北インターチェンジの本線上に併設されたバス停留所である。ありがとうございます。